まるで成長しない人の PUBG とは？プレイ時間600時間を超えたのに、未だにまともに動くことができない人の実況のこと。ということで、皆さんおはこんばんにちは、プレハタンです。どうも、ゆっくり改め、シフォンです。この動画は、いつまで経っても初心者レベルから脱却できない私、プレハが、頑張ってお師匠にくっついてドンカツを目指す動画です。どうも、お師匠兼相方です。っていうか、なぜ今になって PUBG？ あのゲームって今割と落ち着いてるよね？いや、プレイ自体は、アーリーアクセス時代からしていたのだけど、あまりに上手くならなさすぎて、ここまで公開が遅れた次第であります。あ、前から実況する気はあったんだ。というか、さっき600時間って言ってたけど、あれマジ？マジです。2年前、つまり、アーリーアクセス時代の、2017年の5月からプレイを始めて、コツコツプレイ、それでも全く上手くなりませんでした。クレハタンの専門分野はシミュレーションゲームだしね。まあアクション系は苦手だとは思うけど。ちなみにこの手のゲームのプレイ経験は？ガンシューティング、サバゲー、TPP、FPP ともに初めて、もっと言うと対人ゲームもほぼ初めて、なんなら、パソコンゲーム自体初めてなので、未だにキーボードとマウスの操作になれません。なるほど。ということで、この動画は、私クレハタンと、お師匠であるシフォニキの二人で基本的にお送りしたいと思います。どうもよろしくだよ、スパルタするよ。で、この動画、パート0って書いてあるけど、これ何？あ、それはですね、私がいかに下手くそかというのを最初に皆さんにお見せして、ハードルをめっちゃ下げておこうと用意したものになります。最初から自分をディスっていくスタイル。下手くそポイント多すぎて、まとめきれないので、今回は少なめの15個に絞ってみました。いや、十分多いだろ。あ、ちなみにですが、お師匠はプレイ上手です。どれぐらい上手かというと、ソロでドンカツ取れるぐらいです。クレハタン、ソロでドンカツ経験は？当然ありませんか？ちなみに、1試合あたりの最高キル数は？まともにキル取ったって意味で、2キルです。まあそんな前置きより、実際に動画見て把握してもらいましょう。では、まるで成長しない人の PUBG、予備知識編、どうぞー。お、416じゃん。16捨ててこっちも取っと。スコープとセンターを外して、と。よいしょ、よいしょ。連射武器にはハーフグリップ、と。クレハタン、エスカラバイクの音がするよ。え、マジで？待って今リロードナウだから。わわわわわ、近づいてきた、と。どどうしよう。どうもしないよ、撃つよ。え、ちょ、待って。ボディダウン、クレハタン早く。うわあ、壁に当たったわあ。おっしょー、当たりません。うん、それは知ってる。こういう時は AK。いや、連射なら416のが。あ、小屋入った。小屋ちゃうやんけー。撃たれたわー。ちょっとさすがに体力危ないから回復するわ。クレハタン頼んだ。え、頼まれた言われましても。やべ、グレ飛んできた。おっしょー、倒せました。頑張った。ご褒美に箱漁ってきていいよ。ありがたき幸せー。アイキャンフライ。ミーキャンフライ。目的地はパラリーの北東、いつもの集落ね。合点承知のすけー。急降下。さて、他に近くに降りている人はいないかな。ぱっと見いなさそう。よしよし。て、あ。クレハタン、その南の家から見るの？あ、違います。一人にしないで、怖いから。ただいま、バギーに乗った敵がそこの集落に行ったため、追っかけ中。どう？クレハタンいそう？匂いますねー。そこにほかほかのバギーと待ってますしおっし。ということは、道路のこっち側にいるのかねー？わかんない。少なくとも、道路手前の家の窓からうごうごしてる影は見えないよ。
あ、道路の向こう側にいたから撃つわ。停止してるとダメって教わったので、小刻みに動いてみる練習なう。あ、師匠がダメージ負ってしまった。ここはモック投げてめくらまししなくちゃ。へ、なんでモック？クレハタンモック投げた？え、うん、はい、やで。間違えてごしゃっちゃった。おっしょー、もう一個投げておくんで、安全に回復してくだせい。いや、この状況でのこれはあんま意味ない。絵が増えてきたー。あ、どうしよう、おっしょーがダウンしちゃった。どうやって助けに行こう？目の前の木は細いし、あ、その前に後方を確認して。うん、後ろは大丈夫そう。敵の相方さんも合流しちゃったから。こうなったら、まとめてグレで二人とも吹っ飛ばす。バカ野郎、そこはお師匠の阻止範囲だー。ただいま、北西の島の、橋近くの集落にて、パルス収縮待ちなう。なう、はいいから、西の敵と交戦、あ、倒したわ。うわぁ、川岸からも敵が来そうで怖い。そうこう言っていたら、次の収縮先が決まったよ。はい、どうあがいても無理ゲーですね。お疲れしたー。え、これ本気で積んでね。橋なんて絶対検問おるっしょ。検問たちも、次の縁で一旦橋から移動しなきゃだから大丈夫っしょ。あと十数秒で収縮開始するから、移動するよ。へ、西の敵は？とっくの昔にお亡くなりになっとるで。まあ、南にも敵はいるけど、移動が先。はい、頑張ります。クレハタン、足が遅くなるから、武器はしまった方がええで。はい、わかりました。いやしかし、これ本当に橋の上を走ってくの？橋だけに。海泳いでたら間に合わないし、こっちの画商機はある。進路方向むっちゃ重整してるー。あ、行ったー。パルスダメージ割と痛いー。念のために、橋の向こうから撃たれないように、遮蔽作りながら移動するんだ。はい、承知しました。ちなみにクレハタン、ブーストってどれぐらい？今3割かなー。マジか、終盤は常に6割以上をキープしておいた方がいいよ。すぐ回復たけないかもしれないし、足の速さも大事になってくる時があるから。次気をつけます。おっしょー、北の集落から出てきた人がいるよ。北で銃声してたし想定ない。さて、クレハタン、右左どっち行きたい？右のが高いし、銃声しないから。オッケー、じゃあ右行こう。海を泳いできてる人っていないよね。うん、いなさそう。いないよね。うん、いなさそう。ここの崖際とか、家の中をチェックさえすれば、後方の安全は確保されるね。次の縁はほぼ真ん中か。これは今のうちに道路の向こう側の敵を倒しておいた方が良さそうだな。念のために家のチェックするね。あいよ、頼んだ。お邪魔しまーす。誰かいませんかー？誰もいなさそうですね。念のために、見える範囲の南側を確認して、と。よし、いなさそうなので、私も道路の向こう側が見える位置に移動します。この位置がいいかなー。よいしょっと。道路向かいのクレーター頂上でやり合ってるね。ちょっと待ってね、このうちもクリアリングしておかないと。時間は待っちゃくれないぜ。よし、クリアリング完了。で、道路向かいだって？クレーターが二人、その下の集落が最低1、うちらが2で、あれか、あと残り二人はどこだ？今の足音しか。あ、クレハタン、橋の方から一人来てる。待って、師匠、左から足音がする。え、足音？僕のじゃなくて。わー、マジか、集落に残党がいたのか、ごめん気づかなかった。南、師匠、南から回ってきてる。ちょっと待って、すぐ行くから。一足先にさようなら。悲しみ。そろそろパルスが来るから移動するよー。はーい、今行きまーす。出発。ゴーゴーハッピードライビング。天気もいいし、これがバトロワの世界じゃなかったら、穏やかなピクニックができそう。この状態でその発想ができるのすごいな。キャンプはまだ人がいるかな？どうだろう？縁的にいるかもしれないね。まだ北の島も範囲になってるし。ただ、パッと見える位置にはいなさそう。オーケー。
そこら辺の集落はどうかな？園内だからいそうで怖いね。一気に橋の先に抜けちゃおう。ああ、扉開いてますねー。で、橋の先のどこ行く？敵がすでにいるかもだけど、渡って右曲がった集落かな？よいしょっと。橋のつなぎ目って、スピード出してると事故りやすいよね。PUBG の車って結構滑るしね。うん、検問はなさそうだね。ああ、やっぱりいたー。って、あ。どうしよう。とりあえず師匠に LINE で連絡しないと。ち、え、ん、け、ん、ち、は、い、た。ピス、コ、モ、ツ、ウ、ワ、デ、キ、ナ、イ。あ、戻りました。おかえり。って、師匠がお亡くなりになってるー。車から降りないから、なんで？って思ってたら抜かれたわ。とりあえず今の現状。あそこの人って生きてるんでしょうか？あそこ？どこ？目の前の岩の右にいる人。僕の画面からは見えないから、バグじゃね？そうなの？むっちゃ見え。あ、でも、一切動いてないわ。上手に読み込めてなくて、残像が残ってるんだろうね。しばらくしたら消えるんじゃない？あ、LINE 来てたの今気づいた。あはーん、ごめんなさいー。あ、消えた。とりあえず、クレハタンの存在は向こうに知られてないから、しばらくそのままでいいかもね。縁も近いし。誰も転がった車の中に人がいるだなんて思ってもなかろうよ。それに関しては不幸中の幸いだったね。とりあえず、この状態で索敵したら？そうだね、そうしまーす。とりあえず、橋渡った時に撃ってきた敵は今どうなってるのかな？見えてた範囲では移動はしてないよ。二人で戦ったかってのはわかる？わからないけど、多分二人いるんじゃないかな。一人で検問するって、この場所だと結構勇気がいるもんだ。ちなみに、倒された時、左の民家移動してたよ。左の民家ってここら辺？そうそう。移動の後がわからないなら、こっちも変に動きづらいな。お、銃声。今の銃声がここら辺。十中八九、僕たちを攻撃してきた人だろうね。まだ撃ってる。あれは北の島にいる人を撃っているだろうね。一応範囲内だし。テントとか、海岸沿いに潜んでたのかな？まあゼロではないよね。でも、範囲出張は始まってるから、向こうもそろそろ移動しないときついんじゃ。橋を渡らず、東に抜ける可能性もあるけどね。まあどちら見せよ、こちら側の敵さんは、ルインズを経由して移動することになるんだろうけど。さっき撃ったバリーまだ使えるかな？手を後ろに来ないでくれよ。転がったバイクじゃないから、それはないと思う。ただ、可能性として、僕の荷物を見に来る、ってのはあるかもしれない。あ、しかも木の荷物をチタチタしてないんだ。うん、撃つだけ撃って、こっちへは寄ってきてないよ。だからこそ、クレハタンが生きている、ってのもある。車の中で生存とか、大会でしか見たことないぞ。まあ、なら、移動する前に、しかも木の荷物見てから移動する必要はありそうだね。そうだね、回復とかアタッチメントとか色々あるから見ていった方がいいかも。見てる最中に敵が寄ってきませんように。それ、ただのフラグになるからやめといた方がいいんじゃ。さあ、縁が狭まってきました。海沿いの人たちはどうやって移動しに行くかな？よいしょっと。移動の前に、シホミキの遺品もらってっと。遺品言うな遺品って、まあ間違いじゃないけど。だからバイクの音がしてる。北の人たち、こっちのルートを選んだんだね。まあ、橋さえ渡れれば、どこにでも行けるからね。治療キットとドリンクは持っていきたいな。でも荷物がな。とりあえず、アタッチメントをつけて、いらないものを捨てていこう。あ、モックとグレも全然持ってないから持っていかないと。あと40秒。よいしょ、よいしょ。よし、これで治療もゲットできた。あ、やべ、目の前にいるやん。後ろついていかないと。クレハタン、左側に相方さんっぽいのがいるよ。ほわあ、嘘です。先に行ってください。私はここで包帯でも巻いてるんで。ってあの人たち探索してる？このタイミングでそれはないでしょ。ほら、後ろついていきな。はい、頑張ります。初期折り下のって近くにいたっけ？南のクアリと、東はちょっと高い位置の倉庫だったはずだから、近づくにもまだ時間かかると思う。オーケー。とりあえず、リンゴ農園か、その北の高いとこの民家に行くかー。はいよー。DMR 欲しいなー。どこかに落ちてないかなー。私 SKS だとむっちゃうれしい。わー、どこ？どこどこ？うはー。進路方向、クレハタン進路方向。しちゃう？あぐやで。確かこっちで光線が起きてたような。どう？敵見える？敵は見えないけど、モックなら見えるよ。なら近くにまだいそうだな。隊長、モックなくなったけど、敵が見えません。了解。近くにいるとすればそこの家のどこかだな。こっちは時計回りで索敵するから、
プレハタンは半時計回りで見てー。は、はい。怖いからちょっと後ろに下がってようかな。いそいそ、いそいそ。す。あ、やべ、ここ何にも見えないじゃん。寝そべってそこの稜線に行くのが正解？クレハタンどう？敵見える？見えないです、はい。近くの道もパッと見いないです、はい。さっさと道路の向こうに移動しちゃったのかな。追ってみますか？円には入ってるから、無理に移動しなくても良いのだけど、この場にずっと居続けるのも、ギョフリハンターが来そうで怖いねー。うちらがギョフリに来たはずなのに、逆にギョフられるのは辛みですねー。飛行経路的に、こっち側に降りた人はあんまいないはずだから、もうちょっと索敵しようか。わかりました。あ、っていうかそこの家にいたわ。あ、いたの？いたんだけど、なんか妹して遊んでる。妹？なんかダンスとかしてる。ダンス？っていうかなんかイラッとしたから、グレ投げるわ。沸点低すぎー。じゃあ私は、飛行機の音に乗じて詰めてみる。あいよ、頼んだ。今だ。ほらよっと。倒したぜ。また師匠にキャリーしてもらっちゃった。右手にも箱が2個落ちてる。その人たちとやり合ってたんだろうね。あ、美味しいです。すっごく美味しいです。アタッチメントがいっぱい。シホミキ見てー。このエスケース、スキンついててかわいい。あ、本当だ。これうちら持ってないやつだね。あ、そういえばモック持ってないや。誰かの箱に入ってたりしないかな。ちょっと見て。うわー。よ、マジか。雨の音で全然気づかんかったわ。ぜひって二人、二人います。正面と左。集落2個見て、ヘルメットが全然落ちてないっての本当運がないよね。あ、ロクスコだ。ゲッチゲッチ。運がいいんだか悪いんだか。運ピー捨てて、どこかで AR が欲しいところ。車の音がする。チャンスだクレハタン。あいつら倒してヘルメットゲットするんだ。お、頑張る。こっちバレてる。交戦するよ。はい。とりあえず後ろの窓から出て撃てばいいのかな。クレハタン、交戦するよってば。あ、左リンめっちゃ難しい。クレハタン、この距離ならカーの方がいいのかな。なんで撃ってくれないの？あれ？ここにいた敵がいない？クレハタン何してるの？こっち狙われてるんだってば。あ、こっちに渡ってきてた。いや、さすがに一人で二人相手は無理だから。どうしよう。もたもたしてる間に師匠がダウンしちゃった。本当に師匠に耳さらすねー。あ、嘘です。ほんの出来心なんで岩に隠れないで。なんで四スコンピーにつけてるの？あれ、ハサミ打ちにして詰めてくるつもりだよ。おやー、勝ちですよの向こうで銃声がしてるねー。早めにこっちに渡ってきてて正解だったね。渡ってくるかな？アンチの寄り方的に、どっちもありそうだなー。あー、一個北の小さい桟橋渡ることも可能か。でも、南でも銃声したから、ある程度早めに移動はしたいね。次の移動先どこにしよう？最終アンチはほぼ北西の島で確定だから、今のうちに川渡っておきたいね。走っていく？いや、
中性的に走っていくと、パルス際の醜い争いに巻き込まれそうだな。じゃあ、そこにバギー見えるし、あれ乗ってくか。そうしようか。命中率は圧倒的にシフォニキの方がいいから、私運転するよ。命中率良くても、こっちは剥き出しだから当たるときは当たるけどね。よし、ほんだら行くぞー。橋の向こうから撃たれないように、遮蔽作りながら移動して、と。発進とは言ったものの、私、運転免許持ってないんだよな。大丈夫大丈夫。基本的に W ボタンを押してればいいから。で、どこ行こう？川渡ったすぐ右手の集落でいい？いや、高低差あるところの方がいいかも。え、じゃあどこがいい？ちょっと考える。とりあえず橋は渡ってくれていいよ。了解。目標、橋の向こう。わあ。減速してのそれはさすがに草。直前の岩がいけないんだもん。渡ったら、とりあえず左側から倉庫抜けてー。あいあいさー。で、次はどこ目指せばいいですか？このまま道路向こうの斜面のボローで、民家行こう。え、左の民家？いや、右行こう。やっぱ民家の上の、山上の遺跡取りに行こう。右に曲がりまーす。車止めるね。手どのボタンだ？エスカスペースを踏んだ。遮蔽のあるところへ退避。ここに敵はいなかったね。そうだね。でも予想が外れて、また山を降りなくちゃいけなくなったよ。まあそういう時もあるよ。また車で移動すればいいだけだし。ほんじゃら行こっか。そういえばクレハタンって、車運転するの初めて？え？いや、何回か運転したことあるよ。さっき止まるボタンどれって言ってたから。あ、焦るとね、わかんなくなるの。ひえー。大丈夫、こんだけわちゃわちゃしてもう撃たれなかったんだ。まだ敵は遠い。目標をセンターに入れてスイッチじゃー。おいやめろ、それじゃあ星のクズになるぞ。到着ー。山下民家到着ー。降りしきる雨の中、最終決戦へ。そんなこと言ってないで行くよ。北でちょっと銃声してたから、そこと勝ち合うかもしれんね。雨音が、私たちの足音を消してくれるよ。それは敵さんも同じだけどな。縁的には、道路の南側に行くべきなんだけど、とりあえず北側で様子見ていい？はいよ、隊長についていくぜ。この銃声気になるな、パルス際合戦になりそうだ。ブースト半分以下になっちゃってる。飲んでおかないと。ごくごく。お、嵐の前の静けさか？今進路方向で人影が見えたような。え、それマジ？気のせいじゃなさそう。二人は確実に見えたよ。おっと、先行しているシフォニキがやばいな。こんな雨の中よく見えたね。敵に撃たれたわ。ちょっと分が悪いな。先に道路渡って応戦しようぜ。せめてクレハタンだけでもこっちおいで。え、誰
でもシフに来た。いや、これ僕無理だわ。僕が引っ付けている間に3人で先行ってくれ。でも、そしたらシフに来た。師匠の言うことを聞きなさい。引き分けのない子は嫌いだよ。は。お師匠、お師匠。うわぁ。なんだこの茶番劇。それが報われんの鈍活した時だけな。割と近くに何組か降りてるねー。北の集落に一人、すぐ東の集落にも一人。クレハタン、同じ集落に一人降りてるから、武器取ったらすぐ倒しに行くよ。了解です。って私見えてないけど、一番南の家？おそらく、こっちが先降りちゃったから、正確な位置までは把握できてない。了解っす。あるけど、本人がいないね。ここの家だけ見て、味方がいる南の集落に逃げたのかもしれない。おったんかわれー。びっくりしたわー。ナイス、そのままとどめだ。よー、このパルスは当たったら痛いぞー。逃げろー。何？これ、喉から手が出るほど欲しがっていたチクパです。お納めください。うむ、苦しゅうない。っていうか縁島ってダメ増えたからさっさと移動するよ。痛い？超痛い上にあと40秒もないー。そこの集落はいるかな？いたとしても進むしかないよ。そうでもしないと遮蔽があんまないし。とりあえず一旦ここで回復炊いてから移動しよう。ほら、クレハタン回復入れて。はい、わかりました。よし、中は今のところ安全だな。あそこに見えるのは。やったー、ボーティカルゲットー。包帯巻き巻き。あとドリンクも飲んで、と。て、ぬぬぬ。隊長、北から足音がするっす。マジで？北の丘に潜んでたんだね。左回ってるっす。え、左ってどっち？西側を南に移動してるっす。オーケー、フォローするから、クレハタンは撃たれないようにこっちに移動しておいで。あ、一人南に逃げていったよ。あいつはほっといて、先に縁に入ろう。ほらパルスが迫ってきてる。でも縁で勝ち当たっちゃうよ。これは少しでも錯乱させて、師匠を先に縁内に入らせないと。クレハタン、それで体力持つの？すぐ行きます。そっち側はグレの音がしたから、家を通過して、あ、その前に先に回復入れて。よし、ここを通過して。うわ、何にもない。園内の木まで体力持つかな。よし、行ってみよう。あ、しまった。ここの木は範囲外か。仕方ない。パルス外だけど、ここで回復を入れるしかない。あれ？これ回復、あ。クレハタン、あ、はい。なんでダウンしてるのか説明してもらおうか？回復タイミング間違えました。間違えた？あの、
パルス島ってダメージ多くなるの計算に入れてなくて。これは後でお仕置きが必要ですね。何でもします。何でもしますからお仕置きだけは。クレハタン、ワンチーム来てるから、武器取ったらすぐ戦闘ね。了解っす。あ、ごめん、行こうと思ってた家に一人行かれちゃった。あいよ。そこの屋根付きで武器探します。よし、416はゲットした。うわぁ。どうしよう、お師匠が倒されちゃった。とりあえずベストはゲットして。いかがでしたでしょうか？クレハタンの魅力を余すところなくお見せできたのではないでしょうか？ダメな方の魅力しか伝えられてなかったな。一部ネタのようにも見えましたが、あれ、全部本気プレイです。そこはドヤ顔で言うところじゃないな。下手すぎて本当目も当てられないんですけど、お師匠が飽きもせずに付き合ってくれているおかげで、最近はなんとか銃を撃つことができるようになってきました。当たってるかは置いといて、撃つってことが大事だからね。エイムはその次だよ。っていうか、一緒にやり始めた当初は、よくパルスで死ぬし、車で移動中に F ボタンで落下死するし、なんならまっすぐ走れなかったしね。それ考えたら進歩してんじゃない？お師匠がこうやって甘やかしてくれるので、いつかお師匠にトンカツを食べさせてあげたい。そんな思いで頑張っていきたいと思います。趣旨からして、自分が必ずしも活躍する動画ではないですが、こんな亀さんの成長を見守ってくれる。という優しいポチンカーがいましたら、お付き合いいただけると幸いです。では、バイバイ。